はい、皆さんこんにちは、 DJ のウクレレ講座です。今回のウクレレ講座はいろいろ見る、調べるよりも習うのが早いですよというお話をさせていただきたいと思います。はい、皆さん、初めてウクレレに触れる方、まあ楽器が初めての方もいらっしゃると思います。はい、そういう方ですね、ウクレレいろいろと、今は YouTube があればこのウクレレ講座も BJ のウクレレ講座もそうなんですが、 YouTube にいろんな情報があります。ネットで検索するといろいろとあるんですね。はい、先生によってもいろんな教え方があります。いろんなのを見てこういろんなところをついばんでいくと逆のことを言ってたりありますから、これがいいなと思った方に直接習うというのをお勧めします。はい、BJ が主催しております湘南ウクレレクラブ、こちらの方、練習会と言ってるんですけども、実際はレッスンと、ほぼ内容は変わりません。もともとこの湘南ウクレレクラブっていうのはお菓子を食べたりとかですね、コーヒーを飲みながら、ビールを飲みながら公園などで演奏して楽しもうよというところが最初に始まったんですが、参加される方がですね、皆さんそういうのんびりするよりも一生懸命やりたいという方が多く、そのまま練習会という名前のままなんですけども、実際は、内容的にはグループレッスンになっております。はい、まあそのみんなで楽しみながらおしゃべりしながら軽く弾くというイメージだったので、金額設定も安いままになってるんですけども、はい、実際レッスンみたいな感じになってます。で、最近はですね、ウクレレを始めた方のために初心者初級者クラスというのも作ってありますので、この動画を見てですね、気になったなという方はぜひ参加いただければいいかと思います。湘南ウクレレクラブ、これで検索していただきますと、ホームページが出てきます。はい、そちらから見て、お申し込みをいただければと思います。直接ですね、会場に来られてもお申し込みしてない方は参加できない、まあこういう情勢ですからね、参加できない場合もあります。ちゃんとですね、ソーシャルディスタンスを守って、30分に1回は換気もして、それぞれの間も取って、マスクを着用してやっております。人数制限をしておりますので、直接会場に来られても参加はできません。はい、事前にお申し込みが必要となってますので、そこはご了承ください。はい、湘南ウクレレクラブ、湘南とついてますから、やってるのはだいたいこの湘南地方、湘南茅ヶ崎を中心に練習会をやっております。はい、それから遠方の方はですね、オンラインでも、ワークショップという形でやってます。そちらも受講いただければと思います。はい、実際のところを YouTube で見るよりも直接質問していただいた方が答えが早いと思います。レスポンスも早いです。こうなのかな、ああなのかな、いろいろやってみてもわからないというところなんか特にですね、質問いただければそれはこれが原因ですと一発でわかる場合もあります。よく悩んで質問をいただく方いらっしゃるんですが、質問の内容がいまいち伝わらないところもあるんですね。それで、解決されるかどうか難しいところでもあります。実際直接来ていただいて、直接目の前でその症状のところを見せていただきますと、すぐ解決できる場合が多いかと思いますので、ぜひ一度ですね、参加いただければと思います。はい、湘南ウクレレクラブ BJ が主催してますので、ぜひそちらの方にも参加くださいというお話を今回させていただきました。この動画がいいなと思った方は高評価ボタンのクリックをお願いします。あとチャンネル登録もお待ちしてます。ということで、また別の動画でお会いしましょう。さようなら。目を閉じて星空を見ることはできない、だから今は瞬きももったいないと思う。ランタンの明かりに来る夜、音が鳴い今僕は忘れない、いつもいつまででも